なたは今夜本物の天才の脅威の頭脳を目の当たりにする。最強の頭脳日本一決定戦頭脳王、いざ開幕。今年の頭脳王にはかつて見たことのない番組史上最強の天才が現れる。11万425人が参加のハイレベルな予選を勝ち抜いた天才がこちらの8人。まずは常識をはるかに超えた知識と頭脳を問う問題。第1問。それでは問題です。次の映像を見て、一辺が2センチの積み重ねられたブロックの相対積が何立方センチメートルか答えなさい。東大医学部の神の河野健人、3080。惜しい、惜しいでした。神の河野健人、ブロックの体積をものの1秒足らずで計算してしまいました。驚くべき頭脳の持ち主、東大医学部の神の河野健人。それでは問題です。日本の台風は発生した順に1号、2号と番号で名称がつきますが、アメリカのハリケーンは人名で名称がつきます。ここで問題です。これはアメリカの国立ハリケーンセンターのデータをもとにした気象衛星画像です。この図を見てハリケーンの名称を答えなさい。東大医学部の新生徳永海、イルマ。早すぎる。東大医学部の新生徳永海であります。